1>, 1月1日夕方、石川県の野戸地方を震源とする震度7の地震が発生し、北海道内でも午後10時現在、太平洋沿岸西部、日本海沿岸北部南部に津波注意報が発表されています。これまでに観測された津波は、瀬田名港で60センチ、奥尻港で50センチなどとなっています。 逃げて逃げての警報が鳴ってて、サイレンも鳴ってたじゃないですか、これまでに道内の各警察や消防に目立った被害やけが人の情報は入っていません。 札幌管区気象台は長くて1日程度は津波注意報が続く可能性があるとして解除されるまでは海岸に近づかないよう注意を呼びかけています。